これね、西洋的なね、一個の素晴らしい命、誰からも独立している基本的人権で自由平等を持った命っていう考える、その考え方と日本人の命の考え方、僕は日本人の考え方の方がいいと思う。両方きちっと知って、あの、僕も神主になったから言ってるわけじゃないんだけどね、命というのはやっぱりね、親から預かってね、子供に伝えていく、そういう命ですよ。だからそういう日本人のね、素晴らしい考え方をね、やっぱり取り戻して大事にしてほしいなと思いますよね。あと自然に対する考え方もね、日本人は自然っていうのは自分と同じように大切なものだと考えていた、この素晴らしい考え方をね、培ってきましたよ。それをね、たかだか一回の戦争に負けたからといってね、全部それを放棄して、西洋的な考え方に、染まってしまってましたよね、戦後ね。これはね、いかがなものか、これは良くないというふうに私は思ってます。つまり日本人っていうのは長い歴史の中でそういう伝統的な日本人の考え方をずっと身につけていて、それは今この島国に生きている日本人一人一人のその遺伝子の中にきちっと情報として組み込まれているものだから、それをね、その組み込まれている情報と違うことをするというのはね、それは日本人にとってはね、ストレスのかかることなんですよ、だと私は思います。だから特に私は戦後間もなくの生まれですけどね、その私たちの団塊の世代の子供たちというのはまだそういう日本の伝統的なものの考え方の雰囲気をちょっと知っている。ところが団塊の世代の子供たちというのはそれ全くも知らない。だから今の子供さんたちというのは、そういう意味で言うとね、私はこういう言い方をするんですけれども、自分は日本人の遺伝子を受け継いでいるはずなのに、でも周りは全部違うことをやっている、それのね、適応障害を起こしている今の子供さんたちは、で自分がね、真面目に考えれば真面目に考える、自分が日本人である日本人であるってことを考えれば考えるほどね、周りが違うものだからね、適応できないんですよ。だから子供たちがね、こうおかしくなっていく、心を病む、そういう状況が今生まれていると思います。私は西洋のことを悪く言うつもりはありません。彼らは彼らの伝統歴史の中で今の考え方を作り出してきたわけです。日本人はね、やっぱり日本人はね、この日本の伝統の中でね、西洋人とは違う考え方を作り上げてきたんだから、その日本人はね、日本人らしくね、その日本人が伝統的に考えてきた考え方で生きた方が私楽だと思うのね。そうしないとね、幸せになれないよね。いや、いいんですよ、西洋の考え方を取り入れて日本人がね、幸せになってるんだったらいいですよ。でも今日本人にね、あなた幸せですかって聞くとね、必ずしもみんな幸せだって言わないよね。どっかなんかおかしいっていうふうに思う人が多いでしょ。それはやっぱりね、日本人は日本人らしくね、生きたらいいと思いますよ。隣の人と仲良く、お互い譲り合って、和を持って尊しとなす、ね、そういう伝統的な日本人の考え方、これをね、私はやっぱり50歳を過ぎて神主の勉強の中で、その日本人の伝統的な考え方をね、勉強する、してなるほど、日本人はすごい、日本人ってのは素晴らしいことを考えてきた民族だ、自信を持っていい、誇りを持っていいというふうに強く感じました。それは逆に、その前にね、そうじゃないことを僕はよく知ってるから、ジャーナリスト時代にね、それはもう、だから僕はその頃の僕の友人が僕と話すると、全然違うこと言うねって言うかもしれない。それは両方知った上で、僕はこっちの方が日本人の伝統的な考え方の方がいいというふうに申し上げています。